応援、みんなからの応援。そうだ、俺たちは頑張れ戦隊だ。今までだってみんなからの応援でピンチを乗り越えてきたじゃないか。そうだったな。それでこそメアレンジャーだな。よし、できるかわからないけどやってみよう。おう、みんな準備はいいか。俺たちの合図で頑張れってコメントするんだぜ。今までで一番でっかい頑張れ玉、俺たちにくれよな。頼んだぜ。せーの。きた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 。体が熱くなってくる。今まで以上の頑張りが湧いてくるぜ。よし、今ここにメアレンジャーの最終奥義誕生だ。ナメクジ男にしかとお見舞いしてやろうぜ。ああ、行くぜ。みんなの書いたコメントが悪を滅ぼすパワーに変わる。5人の心が一つになればどんな闇をも打ち砕く。俺たちの切り札公開、喰らい上がれ必殺ナイトメア、サーナイトハイパー頑張れストライク超マカマカだ。小酒まさか この俺様が貴様らごときにやられるとは。俺たちは頑張れ戦隊メアレンジャー、みんなからの応援でいくらだって強くなれるんだ。そうか、なるほどな。ならばこいつはお前に返そう。あ、それ俺の。世の中には俺様以上の悪が溢れている。そんな時はこいつに助けに乗るな。メアレンジャー、世界を征服するために貴様らをただ利用しているだけだということを忘れるな。ナメクジ男さん、貴様らといたこの一年、悪くなかったぜ。ナメクジ男さん、俺たち初対面です。いやー、今回は本当俺たち負けちゃうのかと思ったよ。確かに、あんなに強いやつと戦ったのは初めてだったし、あんなに潔い敵も初めてだったな。で、レッド、お前の極上の品って何だったんだ。ああ、これコーヒー豆だよ。ブラジルに行った友達のお土産、みんなにもお裾分けしようと思って。え、ナメクジ男さん、マンズって言ってたじゃん。すげえ豆的なこと言ってたじゃん。だから最初から違うって言ってるじゃん。ったく危なかったよ。あの流れだとナメクジ男さんに飲み込まれちゃうとこだった。はあ、聞いて呆れるな。俺たち狙われ損だったってわけか。まあ、ナメクジ男さんいい人だったし、俺たちも強くなれたし、結果オーライじゃない。ほら、イエロー、レッドからコーヒー豆のお裾分けだってさ。僕、新しい服が欲しいです。ナメクジ男さんの服を。イエローちゃん、お願い、戻ってきて。こうして今日も地球の平和を守られた。だが、この世に悪がはびこる限り、彼らの戦いは終わらない。戦え、メアレンジャー。頑張る戦隊メアレンジャー。はい、はい、ということで、第5話を、はい、聞いていただきましたが、うん、どうでした。いやー、今回もサキトさんが良かったですね。そうですね。はい、そしてナメクジ男さん、はい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 、もう素晴らしい声ですね。さすがだね、はい、やっぱり、はい、うん、いやー、良かったですね。みんな楽しんでもらいましたかね。うん、楽しんでもらえたんじゃないでしょうか。今回も楽しかったかな。うん、そうだよね。うんうんうん、はい、イエローグッジョブだよね。グッジョブですね。だよね。どんだけもかなり良かったですけどね。あ、俺か。そうですよ。かなり良かったですよね。なんつうの、そのアドリブじゃないからね。あれ。ああ、台本ね、台本ね。まあ、そういう感じですからね。はいはいはい、アドリブで言うタイプじゃないでしょ、俺そういうの。
あ、そうそうあ、そうってそう、まあまあまあ、まあ言ってくれそうですけどね。本当ですか、はいはい、まあまあまあ、うんうん、ちゃんとでも場所はちゃんと考えるんで。あ、なるほど、はいはいはい、ということで、いよいよ来週は最終回を迎えます。お聞き逃しなく、うん、さて、続いてはこちらの企画です。頑張らないとめや、うん、何これ？何だっけ？お前はひどいな。何これって。うわ。いや、頑張らないとめやですよ。はいはい、ここで発表されるのはレギュラーメンバーである俺とヨミが毎月番組の冒頭で戦っている。あ、あれか。あ、あれね。あれ頑張らない頑張らないとめやあれね。なるほどなるほど。あれね、はい、ガチンコ体力対決の頑張らないとめや、はいはい、来月の対戦課題です。今日は、まあ、腹筋で対決でしたが、はい、改めてどうでした？いやー、ちょっとね、最近俺も鍛えてる俺でもちょっときつい。きついきつい。30秒一気にいくのきついですか？きついですね。つかさ、その最初に二日酔いしてたじゃん。はい。飲んでたの昨日？昨日飲んでましたね、かなり。どれくらい？朝方なんで。何を笑ってんのよ。飲んでました、ね、飲んでたの、まあ、飲まれた。ああ、うん、ちょっとだからちょっと若干腹筋してる時ね、うん、若干リバースしそうだった、うん、よくないよ。よくないよね。よくない、うん、生放送ですからね。そうだよね、はい、うん、なんとか耐えましたけども、はいはい、よかったよかった、はいはい、それでは今日から1ヶ月俺とヨミが修行してくる、まあ、すいませんね、俺修行してないんですけど。いやいや、全然ないですよ、はい、授業してくる次回の課題が後ろのモニターに表示されます、はい、皆さんモニターに注目。頑張らないとめは課題、もも上げ30秒対決。おお、もも上げ、もも上げ、もも上げっていうのはあれですか、そのこうじゃないですか、あの何ですか、あ、こうか、移動せずにその場で、うんうん、大きめの足踏みみたいな、ね、はい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 、あ、飛ぶ、ちょっとジャンプする、あ、飛ばない、飛ばない、飛ばない、飛ぶ、え、あ、こういう、あ、だだだだだ痛い痛い痛い、足くじいた、くじいた、これ危険だよ、危険、こいつ危険、やばい、早い、こいつやばいよ、全部がいろいろ早かった今。いてちょっと足くじいた、あのなんつうの、グニャンってやつ、グニャンってやつなんかね、ベリベリってやつ、そうそれちょっと危険、ちゃんとこうあれしないとダメなんじゃない、やっぱこうストレッチというか。ああ、そうですね、そうですね、こうなるよと、はいはい、こうなす、こうなっちゃうぞと。大丈夫、大丈夫です、もう大丈夫です。ちょ、これ気になるわ。あ、ありがとう。はい、はい、ということで頑張りましょうね。頑張りましょう、うん、うん、こうならないようにね。そうですね、ちょっと危険ですよ、でも来週は頑張りますね、はい、来週はじゃあ、はい、来月は、来月は、そうですね、はい、なので皆さんそちらもお楽しみにと、はいはいはい、はい、ということで、俺とヨミの絶対に負けられない戦い頑張れないとめやは来月の爆裂ナイトメアのオープニングです。はい、はい、お楽しみに。それではここでまた番組に届いたメールを、はい、おっと、なるほど、メールいいですね。いいですか、はい、お、え、じゃあください。ですね、ニコニコネームフクロウさんから、ね、うん、いただきました、うん、最近彼氏の部屋でアダルトビデオを見つけました、うん、男の人って見るもんなんですか、すごい真面目な彼で、そういうのに興味がなさそうだったので、付き合ったのですが、すごいショックでした、もし皆さんも見るのであれば、このまま付き合っていきますと、まあ、男ってそんなもんなんでしょうかというメールが届いているんですけども、羊さんの部屋にはアダルトビデオはあります？そういうのって、まあ、ありますよね。いや、言っときますけど、はい、絶対ないです。ほうほう、はい、そういうのは使わないと。使わない。そういうアダルトビデオは別にもう見るか
見るか見ないかの話で、見るか見ないかあるかないかでしょ。あ、そうですね、そうですね。使うか使わないかって話してない。そうじゃないぞとでしょ。あ、はい、そうですね、そうですね。絶対ないです。 見ないぞと、はい、見ないし絶対ないよ、まず、うん、うちに今先に行って調べてもいい。まあ、確かに。でもこの前、この前じゃなくて結構前のほら家の遊びに行かせてもらったじゃないですか、はいはい、確かになかったんですね。そんなに探したの。探した。いや実際お前人ん家来て何やってんの。実際ね、実際あのベッドの下とかさ、うん、なんかありそうだなって思って、うん、見たんですよちょっと、はい、そしたら本当なかった。ないです、うん、それすごい。だからどうしてんのかなあいつもって思いますけどね。はいはいってなったじゃん、なんか次行きますよみたいな感じになってます。あ、まあもちろん、うん、いやでも見たことはありますよ。あ、まあまあまあね、はい、それはね、ありますあります、うん、でもそのあれじゃない、見るのも見ないのもその人の時期があるんじゃないですか。あ、そうですか。え、ずっと見続ける人っていいの。ずっと。あ、ずっとっていうか、まあ、なんその年を取ってってもずっと見る。あ、それは僕です。あ、そうなの。はい。10代の頃とかってさ、そういうのに興味があるからさ、まあ まあまあね、まだああいうのって年齢制限があるわけで。はい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 、はい、ね、そうですそうです。で、まあそのなんつうの、年齢制限以上の年になったら、はい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 、まあ、見れることは見れるじゃないですか。はいはい、はい。20代後半、30代、40代ってなってもね、まあ、どうなんですかね、見んのかな。うーん、まあ、俺はでも見そうな感じですけどね、もう。あ、そうなんだ。年取ってもみんな、でもみんな書いてるわ。なんて、おじいちゃんも見てるよって。マジで。まあ元気なんだろうね、おじいちゃん。本当に、うん、へー、うん、あ、そうなんだ。なるほどね。どうですか、家に。僕ですか。いや、僕はもう、もう常に新しいのを入荷しますから僕は、うん、はい、次行きます。はい、お願いします。はい。はい、ですね、ニコニコネーム、ユーミンさんからいただきました。はい、スマイル、0円くださいと、うん、はい、って言われた時にどんな顔をしますか、うん、お金を払いたくなるようなとっておきの笑顔を、ひつぎさん見せてくださいと。ひつぎさんって名指しじゃないでしょ。そうですね、まあ、なんであたかもメールにそうなってる感じでいたの。いやいやいや、まあ、俺も見たかったから。ちょっと俺だってさっき失敗したよ一回。あ、まあね、大丈夫大丈夫。このスマイル、ただのスマイルですから。お金を払いたくなるようなスマイルを、じゃあスマイルって、スマイルを、はい、はい、じゃあお願いします。スマイル、3、2、1、どうぞ。スマイルですね。ああ、いいね、いいよ。あ、確かにこれちょっと俺払いたくなった。払わなくていいんだからね。まあ、0円だから、まあ、0円だからね。はい、うん、あ、いいですね、さっきのは。でいいんですか。いいです、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあちょっと、あ、いいですよ、ちょっと真面目そうな。お、なるほど。ニコニコネーム、ルンルンさんからいただきました。お、最近、中学の友達にバンドに誘われました。お、ギターかボーカルが空いているみたいで、うん、どちらか悩んでいるのですが、うん、ひつぎさん、よみさんはどうやって自分のパートを決めたんですかと。なるほど。はい、ひつぎさんはもう最初からギターっていうのはあったんですか。一番最初に触った楽器はベースです。ほう、はい、持ってなかったよ。持ってなかったけど、はいはいはい、友達のでこう、うん、触って、ほう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 、だったんですけど、そのなんていうの、音とかさ、うんうん、アンプとか通してないから、要は、あ、まあね、うん、そこで違うかなって思ったんだけど、うんうんうん、やっぱりこういろんな音楽を聴いて、はい、楽器に触りたくなって、はいはいはい、でまた違う友達のところにいたらギターで、ちょっと触ってみて、うんうんうん、で、あ、俺これいいかもって思って、うんうんうん、はい、なるほどなるほど。どうやって決めたんですか。僕はですね、僕もまあバンド好きだったんですけど、あの、そのなんていうのかな、好きになるとか憧れた方が全員ボーカルだったっていう。ああ、なるほどね。そう、はいはいはい、だから、はい、必然的にこう自然とこうボーカルやりたいなみたいな、うんうんうん、になっていた感じですかね。まだだからみんな基本はスタンダードなのは、やっぱ自分でね、うんうん、その好きなアーティストと同じ、うんうん、パートだったりとかをやりたいって自分で決めるんじゃないですかね。そうですね、多分、うん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 、参考になったんじゃないでしょうか。なりましたかね。はいはいはい、次いきます、うん、あ、じゃあこれいいんじゃないですか。はい、ですね、ニコニコネーム、ライオンさんからいただきました。はい、今日は、9月2日で牛乳の日なんですよねと。え、牛乳の日、牛乳の日、牛乳の日
ですよねと、うん。